かせてください、あなたの思っていることを。教えてください、あなたの暮らし。新しい出会いはいつも胸がときめくもの。音楽の向こうにある風景を一緒に見つめてみませんか。ニューサウンドスペシャル、高橋もと子でございます。君は今頃どこでどうしてるんだろう。もう一度一位から嫌いなをしたい、離れ離れの二人の生活にも終わりを告げて、優しかった頃の二人に戻り、今年の冬を迎えたり、消えた部屋の中に漂う煙。作詞作曲山木康代、編曲吹きのとうバックバンド。12月の雨。もう一度一からやり直したい、離れ離れの二人の生活にもう終わりを告げて、優しかった頃の二人に戻り、今年の冬を迎えたい。今日の Q&A は12月の雨の中から、もう一度一からやり直したいというこのフレーズをお借りいたしまして、皆さんに伺いました。さて今日のゲスト、榎木さん、紹介してください。はい、ここにあのですね、はい、タブロイド版といいますか、吹きのとうの新聞、ファンの解放ですね、ございまして、ここになんとですね、出てますね、 NHKFM ニューサウンドスペシャル決定と出てましてですね、ここにですね、我がディレクターの池谷博さんのコメントがありましてですね、はい、時代の流れの中で自分たちのやりたいことをやっていくことが、簡単なようで非常に大変なことなんですが、やっぱり正解なんだと、そんなことを教えてくれる吹きのとうというわけで、もう一回言ってくれない、時代の流れの中で自分たちのやりたいことをやっていくことが簡単なようで非常に大変なことなんですが、やっぱり正解なんだと、そんなことを教えてくれる吹きのとう、もういいですか。というわけでございまして、山木康代さん、細坪元吉さん、吹きのとうのお二人でございます。どうも、お久しぶりです。1年ぶりで、だいたい春なんですね、うん、呼んでいただくのがね。でもそんな顔してますね。むくんでます。でも本当にお会いしたかったです。1年ぶりということで、その頃だって、その後おかわりはありません。ゴミ箱、はい、その後おかわりありませんか、細坪さん。そうですね、飯食うようになりましたからね、うん、太っちゃった。太りましたね。何キロぐらい。ね、正月特に田舎帰ってね、うん、やっぱりお袋の作った料理食わなきゃってなるでしょ、うんうん、だから無理やり食って4キロぐらい。そんな風に見えないわよ、本当、うん、で戻ってきたらまた 1,2 キロ下がったんですけどね、うん、で、あの桃子ちゃんはお子さんの、はい、大きくなって色っぽくなりました。先に言わないでよ。あ、そうそう、いくつですか。そうやって聞こうと思う。ね、2つと4ヶ月になりますね。ねえ、じゃあもう喋ってなんかするんでしょ。喋りますね。なんて呼ぶんですか。はい、あの、なんて呼ぶの、お父さんのこと。私のことですね、お父さんと。お父さんと、はい、父上とか、でね、桃子って名前でしょ、だから本人が桃子って言えなくて、モコって言うんですよ、自分のことを、うん、恐ろしいですね、だから娘見てダブル時あって怖いですね。どういうこと。さて山木さん、相変わらず結婚の噂もなく、枯れた境地へと進んでおりますか。そうですね、あの、歯抜けて入れてませんからね、これ。え、歯抜けて、どこが、見せて。あ、本当だ。あんまり営業的には見せられない。営業的に事務所からも言われるんですがね、うん、歯じゃないみたいなものがね、教室に、うん、でも可愛いわよ。食えたらいいんだっていうかね、飯食えたらいいんだって。ちなみにあのラジオ機の皆さんにどういうふうにないかというのを説明しますと、刃があるんですよ、その刃の裏に隠れたやつが欠けちゃったというか、なくなっちゃったから、うん、土手だけなんですよ、ここね、うん、土手、うん、土手だけ。ということは、だからあの、その刃が多少隠してるから、まだ見方によっちゃ見えないとこがあるんです、隠れてる。ね、普段目立たないですよね。目立たないですよ。大笑いするときが気が抜けるんですな。だけどやっぱりさ、あの、大きな声出してね、大きな口で歌うときとかまずいでしょ。かっこいい歌をさ、わーっとやったら歯がないっていうのが悪い気ちゃうからさ。そうですね。やっぱりでも真ん中じゃなくてよかったね。そう、真ん中だとやっぱ考えますよ、それは。考えるけどもな。でもね、両刃っていうか、
2つもないやついるからね、何年経っても入れないんだね、うん、だからこれ何か理由があるんだなって感じするのね、大人になってまだ入れない、それなりに何かあるんじゃないかというの、うん、でもあれじゃない、こう暇な時にさ、うん、抜けた歯の隙間あるじゃない、うん、それを下でいじったりとか、あ、それはね、うん、下のためには大変ですよ、で結構楽しみでしょ、そうね、うん、舌が鍛えられるという、そうですね、うん、これからの生活としてやっぱり舌も大変なやっぱり時代を迎えるんじゃないかと、ね、ちょっと痩せましたね、うん、ああ相変わらずですよね、うん、歯を食えないというか、うん、食うんだけどもそれ不規則でね、うん、食ったり食わなかったりあるから、健康のためには歯が一本やっぱりある方が、そうですね、硬いものをかじるのはやっぱり必要ですね、前歯とかあの辺はね、そうですね、ということで、なんかおじいさんの話ですよ、ね、枯れた境地なんて言うから、うん、よく言うでしょ、歯目なんとかっていうね、そうですよ、そこから行くという、そこまで行ったら終わりでしょうね、うん、私目に来たからそちらは歯でね、でも最後がないですからね、うん、さてなんかでも今日のテーマにぴったりね、もう一度一からやり直したいというこのもう一度入試から生えてきたらということで今日の Q&A にさせていただきました、はい、もう一度一からやり直したいというこのフレーズの入った、12月の雨吹きのとうです。タバコをくわえ眺めている、寒さ混じりの季節外れの雨、君は今頃どこでどうしてるんだろう、もう一度一からやり直したい、離れ離れの二人の生活にも終わりを告げて、優しかった頃の二人に戻り、今年の冬を迎えたり、消えた部屋の中に漂う煙、いつか君と二人肩寄せ合って、いつまでも二人歩いた雨の電車通り、やみそうもない雨、12月の雨、もう一度一からやり直したい、やり直したい、離れ離れの二人の生活にも終わりを告げて、優しかった頃の二人に戻り、今年の冬を迎え、最後の悲しい、何か言いたそうな黒い瞳を思い出させる12月の雨、もう一度一からやり直したい、やり直したい、離れ離れの離れ離れの二
告げて優しかった頃の昔と同じ旅から旅への毎日です。こうして一年があっという間に足早に過ぎてゆくことに辛く思う時がある。もう一度一からやり直したい、やり直したい、離れ離れの二人の生活にも終わりを告げて、終わりを告げて、優しかった頃の二人に戻り、二人に戻り、今年の冬を迎えたい。石からキノトウの12月の雨でした。さて皆さんからいただきましたいろいろやり直したいこと、はい、ね、紹介していきたいと思います。広島市南区にお住まいの高田和子さん、ペンネームが佐野元子さん、19歳の大学1年生ね、うん、もう一度一からやり直したい。何年かやってきたことで一からやり直したいってこと思ったことはほとんど全部もう後悔の指導士で、どうして私ってこんな風なんだろうと時折思います。乙女座 A 型の性格ですから、自分が自分に求める完璧さに応えられるうちは良かった昔けれども、能力がついていかなくなると今はね本当に嫌になります。他の星座に生まれたかった。ちなみに山木さんは何型？大型の天秤座ですかね。大型の天秤、もう完璧にもう切な主義というかですね。そうですね、明日のことは分かんねえというのがね出てますね。大型のサソリです。あ、2人とも大型？2人ともですか、うん、珍しい。2人とも10月生まれ、うん、大型同士って会いやすい？どうなんですかね、あんまり考えたことないけどもね、うん、会う時は会うし、あの会わなくてもいいみたいなとこがあるんじゃないかな、うんうん、だから会う方をすごい大事にしてるから、うん、ね。細坪さんはだけど大型友達いっぱいいるけどみんな違うもんね、うん、それぞれね、うん、だからあんまりこの人この血液型だからこういう付き合い方しようとか考えたことないしね。うーん、なんかね、お二人はどうなんですか、普段はあの割と一緒にいる方？いないよね全然。もう二人に聞いてるんだからさもう知ってるけども一応聞くわけだからさはい、失礼いたしました。お二人に話をしてほしいということで、はい、向こうに行くようになってからやっぱりこっちにいるよりも回数が多いみたいですよ、うん。あ、去年ね、うん、去年札幌引っ越したの僕もね。あ、東京から越したの？越したの。どういう心境なのかもう一度一からやり直したくて。あ、うんうん、それでやっぱり2人とも札幌だからね、うん、東京にいた頃よりも会う機会が多くなった。なるほど、ね、会いたくなったわけだ。え、会いたくなったわけだ。うん、寂しくて追いかけてたんですね、うん、離れてみると良さが分かったと。うん、なるほどね、うん、本当は好きなんじゃないですかそうするとやっぱり電話かけてすぐこう来れるようなあれにいるっていうのはさ、うん、すごい大切なことなんだよね。で、まあ、いずれ札幌に帰るつもりあったしね、うんうん、だから10年っていうか、まあ、別に区切りじゃないけどそろそろ帰ろうかなっていうのがあったしね、うん、でやっぱあれだね、山崎さんも札幌にいるし、うん、本当に同じ町に住んでるのがいいみたいね、空気もね、うん、
そうよね。あ、そうだろうね。やっぱりね、歌の作り方も違うんでしょうね。そうなるよね。例えば夜中に曲がこうパッとしかなんか浮かんで二人でパッと会ってとかってないの、そういうの。まだそのレコーディングみたいに一回しかやってないからね。うん。まああるかもしれませんね、これからね。ロマンティック ね。いいね。夜中に。ロマンティックって何か。吐く息が白くてだっていいじゃない。寒いとこで。外行って。だってそういうのでバッと抱き合って、おおってね。抱き合って。だって抱き合う必要が寒いからね。そう。なんかそういう方がものすごくいいこう歌が生まれそうで、ね、練習するとこさ、スタジオでまあ借りて練習するんだけどね、レコーディング前なんか家でやれるわけね、そうなるとだから家遊びに行って、それで練習してで終わって帰ったりとかね、だから俺に作ると結構少し上の方にあるね、山の近くに、だから練習終わってからね天体望遠鏡買ったのね、でそれでみんなで星見ながら、おー見える見えるとか言って喜んだりとか、あれが天秤座だあれがサソリ座だっつって、まあ季節によってね、見えたり見えなかったりするけど、それはそうですけどもね、静岡県富士市にお住まいの森谷恵美さん、15歳の中学3年生、はい、もう一度一からやり直したい、何年かやってきたことで一からやり直したいって思ったことは、トランペットを吹くこと、中学に入ってから吹奏部に入ったけれどなかなか吹けないうちに引退してしまった、もう一度一からやり直して基本からんと言ってうまく吹けるようになりたいな、これなんかそういうのはありません、基本からもう一回やらしたいとかね、そういうのってのはいかがですかね。ありますね、何が具体的に。ピアノがね、ねえ羨ましいのね、こう人ね、ピアノ弾きながら水割りかなんか置いてブルルンって嫌じゃない、あれやってみたいなと思うんだけどね、だけど買ったのよそれで、ピアノを桃子ちゃんのために。いやいや、だから自分のためもうかなり何年か前だけどね、ダメですね、もう今花瓶置きですからね飾り棚ね、お人形とか。あー、だけどピアノって本当に子供の時には 1,2 回触れてんのよね。で、いやいや、ピアノなかったもんだって私の頃ピアノあることったらもう金持ちのご相談だいたいね、今のうちのガキなんか小学校1年ですけどもね、女の子の9割はねピアノ習ってるって。僕らの頃さ、クラスで1人か2人だったよね、ピアノ習ってる子なんてさ。おこといましたよ、1人。おことその人必ず出てました、何かやるって言ったら。おこと学芸会とか。そうそうそう、なんか見方がやっぱりね、そういう風な見方してましたよ僕らもね。なんかあそこのうちは特別、リッチなうちだって。でほら、ね、うちその人どうなってる今。さあ、知りません。そんな特別な目で見てたんでしょ。おこと風だなと思ってたやっぱり。子供の頃なんか習ってました、そういう。全然バイオリンとかやんなかった。何ハモニカ少年でしょ。なかったね本当に、どっちがハモニカ少年だっけ。山木君、はい、ね、あぜ道を。それしか楽しみなかった自分の方からねやっぱりね。ギター始めたのは何年。僕は思ったのは高校1年かな。遅かったね今の子に比べると。それも貯金して買ったりしたんでしょ。そうね、その前にどっかあったのを持ってきてやったけどもね、そう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 、習ったじゃなくて。いやいや、だから全然そのなかったんでね。だから今考えれば習っときゃよかったなってなるよ少しはね、ですね。なんかもう一回勉強し直したいようなことはないですかね。ありますねそれはね。何を。いや何でもいいから、中学とかね、本当に高校くらいのやっぱり、ね、いろんな勉強、歴史とか何でもいいですよ。だから算数でもいいしね算数って高校で、算数1数2とかね、原告とか、ね、算数小学校でしょ。そう、算数は小学校だよね、ああいうのっていうのは今だって分かるのね。そうやっときたいなってさ、ね、夢中になれるっていうかね、で手に鉛筆持ってこうなんかするっていうのがさ今あんまりないんだよね。そうだね。で書くったらさ非常に大変な作業になるでしょ今度、文章書くなんてさ、そうじゃなくてこう問題を定義されてこれをこうって頭ひねってすごいもう集中してできるみたいなさ、今はそういう時間ないもんね。時間はあるんだけどしないもんね。ああ、そうしないよね。そういうも頭固くなってんだよね昔は結構。続きていますか。ダーッと覚えるじゃね面白い。今なんかさ難しい本読んだら全然入ってかないの頭に、活字を追うだけでね、で読み終えたって実感だけであと何にも覚えてなかった。あ、それは言えるね。もこさん大変だもんね、虫眼鏡でこうやって言うわけやんないこれ大変だ。いい加減にしてそれでは昨日とあいつが歌ったイエスタデイ。
と光るライトの中で愚痴や氷の音に混じって、あいつは自分に歌っていた。一人背中丸めて、その日暮らしの歌いって家業、それもどこか寂しいもんさと、あいつは僕に笑ってみせた。タバコの煙店の隅で、あの日の歌が忘れられない、日のという名のあいつの悲しみ、遠く近くやるせなく、もう聞こえない心の歌。店を辞めたと誰かに聞いた。流れる月日に街も変わって、思い出だけが心の中に。早すぎる秋より遅い足取り、心に一番近いところで、生きてゆくよりしょうがない、変わらぬものが欲しい秋です。冷たい吹きの塔であいつが歌ったイエスタデーでした、うん、ではここで八巻さん細坪さんの Q&A ご紹介したいと思います。これ久々字を書いてくださったっていう感じですねそうだこれがね、お住まい札幌市内、細坪元義さん31歳、男、もう一度一からやり直したい、うん、何年かやってきたことで一からやり直したいって思ったことは、そういうことは忘れるようにしている、うん、さっきの歌と同じですね、うん、だから引きずっててもしょうがないし、うん、でやり直しまだまだ聞く年ですからね。そうね、でも例えば中学生高校生からすると31歳ってすごい大人の人っていう感じがするだろうけどね、うん、だから本当になんか生まれついたね、うん、ものは変えられないけども、例えば札幌に帰ったっていうのも、うん、帰ってみたいと思ってそれやっぱり実現できるわけでしょ。
だそういうことで少しずつ自分でこれからも変えていこうと思うから、うん、どうしても無理だけどあれしたいなと思ってることってあんまないですね。もしあなたが10年前に戻れるとしたらどんなことから始めたいですか、細坪さん。勉強って言ってもたくさんあるけど、うん、だからさっきと同じでね、うん、高校の頃になんていうのかな、あの一つだけでもいいからさ、うん、なんかもう専門家っていうかね、うん、このことに関したらもう負けないぐらいのもうすごい豊富な知識とかね、そういうのを持ってなんかすごい夢中になって勉強したいなっていうかね。ちなみに高校時代得意な学科は航空語ですかねあと歴史ですね、うん、だから歴史もね今も好きなんだ、うん、で結構昔の文章とか出てくるじゃない、うん、最近流行ってるからね、うん、そうするとその漢字がドア漢文ですか、うん、あれが出てくるとね人文漢文ですね、もう漢文なんですよ、うん、だからあれ読めたらね、うん、もっと面白かったらいいなと思うんだけどね。その昔の古い漢字があるじゃない、うん、学生時代は声を出して読まなきゃいけなかったでしょ、学校でみんなの前で。思い出したけどあれだよ、最初ね声出して読めって言うじゃない、うん、で中学校ぐらいになってほら国語なんかでね、うん、まずここを読んでで後で質問するからでみんな読むでしょ、うん、そうすると黙読しろって言うわけ、うん、だけど昔の癖で声出さなきゃ覚えない人がブツ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 やると黙ってやれとかってね、うん、怒られたことをそういえば思い出すね好きだったでしょ、あの細坪さんは朗読やするやつ朗読、いやーダメだった、ダメだったですよ。あとあ妙に好きなやつがいてね、結構セリフの部分なんかさ芝居しながら読んでるやつだねだけどあれ快感だね、朗読ってね。そうだよね、考えてみればさ、クリスマスのコンサートでね、うん、まあ、話変わるんだけど、うん、山木さんが持ってきたのね、なんて言うんだろう、うん、童話みたいな、うん、サンタクロースのサンタクロースはいますかっていう本がね、うん、そのアメリカの会社の社説になった、うんうん、でそれがその童話みたいなこう感じの本になってるわけ、うん、でそれ読もうかっつってね、うん、で読んだのね、うん、最初ビビるわけさ、うん、歌はまあなんとかこなせるけど、うん、言葉でイントネーションがなまるもんだからね初めビビったんだけどね、うん、こう歌って喋ってね、うん、でこうバックでキオスコの色かなんか流してくれてね、うん、でシーンとってね、うん、して真っ暗なところで、ね、読んでるとね自分が なりきっちゃうね、うん、サンタクロースはいますなんかすごいなんか自分でね感動しちゃってるのね、うん、あれも快感ってあるんだろうね、うん、だからねなんかそういうね学校の頃からもね、うん、だから好きだったんじゃないかな。山木さんは絶対に苦手だったんじゃないかと思うんだよね。苦手って記憶ないですね、そういう歌って読むとか、うん、そうそう。でも人がこうやってるの見たことはあるわね、そのかすかにね、かすかにって言われて始めた。あ、そういうの太郎君はなんてやんなかった、だって大そこまで君は、はい、次のその隣の子なんてさ、だって国語の時間って読まされないね、だからその読まされたらんだけども記憶がないんだよね。で山木君はその間どうしてたの。だから読んだと思うんだけどもね、うん、もう全く上がってたのかもしれないガーッてなって、ね、高校の時はなかったですか。なあ覚えてない。高校の時は英語でしょ英語も国語もあったよ。国語あった、ね、国語も読まされたよね、立たされてね。細坪さん、はい、もう絶対に一からやり直せないだろうなと思うことは。これは やり直せるよ。そうかな、うん、大丈夫よ。怠け者ですからね。早寝早起きうん、うん、これはやれるよ。いや早起きは頑張らできると思うんだけどね、うん、夜やっぱり起きてるんですよね、どうしても、うんうん、だいたい就寝時間平均の、うん、だから今だったらまあね結構早くなったけども、うん、一人の時なんか朝まで起きてたりとか、ね、私もあるんですよね、うんうん、22歳ぐらいの頃まだ徹夜しても別に次の日そんなに支障なかったですけどね、うん、でも22歳って区切るところはその後がその後だんだんきつくなって今もう徹夜すると1日中寝てないとダメだもんね、うん、ですね。でもこれはやれると思いますよ。ええ、山木さんはどうなんですか。早寝早起きなんですか。早寝早起きですか、うん、早くは起きれる。ああだけど早く寝るっていうのはやっぱり一生みたいでね。仕事ツアー入っちゃうとさ、うん、大体寝るのが1、2時っていうかそこまで飯食ったりいろいろしてでしょ、うん、だそれのやっぱり続きでね急に変えられないっていうのがあってね、うん、だどっちがいいかなって自分で考えちゃうとさ、うん、普通の生活に戻しちゃうとこのコンサート辛くなるんじゃないかなと思って、ね、9時くらいになったら眠たくなるこれはやっぱりね、うん、考えてみれば会社の人が6時に終わるのが9時、10時に終わるわけだから、うん、そこの後の楽しみってのあるわけだからね。でも電気代がかかるとですね。そうだね、冬は北海道は暖房費もかかりますし ね、 そうね、初めての冬を迎えたけどね、うん、何倍ぐらい違う東京と。だってね正月実家帰ってていなかったでしょ、うん、それとも2ヶ月分で5万、うん、暖房費だけ暖房費だけだから暖房費のために稼いでるみたいな感じするねそうなるとね
ここは手当がありますからね、給料の中に。昔は石炭手当で言ってたでしょ、今石油手当だっけ、暖房費って言うんじゃない、暖房費か、給料の中に。あ、そうか、交通費みたいに冬場になるとね。本当本当に話、今日はまた一つ勉強になった暖房費絶対吹きの塔と会うと絶対一つはね、知らなかったことを教えるつもりで言ったんでないよさて、山木さんです。山木康代さん、もう一度一からやり直したい、何年かやってきたことで一からやり直したいと思ったことは。大学受験何年かやってきたことでって大学受験これがどういうことなの。あ、そういうやつだよね。まあ別にこだわりません、もう一度やっちからやり直したいこと、やり直したいこと。そうだね、あの大学の受験の頃ってやっぱりちょっとなんかおかしいっていうかね、うん、その高校ちょっと勉強してて、それでこの大学に行くにはあまりにも自分が情けなかったっていうかね、なんか変に歯向かっていただけの話で、もっと素直に勉強やってたらもっと違うとこ行けたはずだとかあるのね、うん、それでね、小学校の時頭良かったんですよ非常に、うんうん、それでね、親戚なんかからも結構ね世話なんて言われてたんですよ、うん、僕はもうてっきり信じてたんです、うん、それでこの才能っていうのはやっぱりね絶対変わるもんじゃないと思ったんだけど、中学高校に入ってどん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 下がっていったのね、成績がね、成績、うん、それにやっぱり自分がね腹立てたみたいになってね、もうあんまりしなくなっちゃったのね、うん、でも表向きは非常にやってるフリーをしてて、うん、でギターみたいなのやり始めたかったでしょ、うん、それで大学受験みたいなのがあるからさ、やっぱ親なんかすごい期待、期待、うん、親に見かけ倒しだって言われた時にかかってこの断絶を感じた時はなかった言われたんだ、言われた、正直にあのやっぱり、うん、シラフの時言われたからね、これ酒でも入ってて親父がね、うん、ちらっと冗談でなくてさ、うん、言われた時にはね、こういう息子を持ったっていうことはやっぱり自分のあれなんだなと思ったね、うん、それは何、大学受験が終わって、うん、受験もあるし就職とかいろいろね、うんうん、時にお父さんが、うんうん、言われたことありますよ。だからそれ自分もほら一人の男としてね、うん、だんだんこうなってきてるでしょ、うん、その時にやっぱり大の大人から言われるっていうそのね、うん、はあ、これが世の中冷たさだなとかね、かなりの期待の星だったんだね。そうですよ、うん、どあの将来何になりますヤシオちゃんはなんて言われるでしょ、うん、僕は外務省に入りたいって言ったんだよね、うん、それを覚えてるんだよ、小学校4年生の時に。なんで外務省と思ったの。だ外国行きたかったんだよね、そういうなんか外務大臣みたいになってね、うん、なんかそういうのやりたいっていうのがあったんだよね、うんうん、それぐらい期待があった。そう、それに今度自分がプレッシャーかかってずっと外務大臣みたいな、うん、じゃあグループの名前外務省にせないから外務省に入りましたっけそれもよかったね、吹きの塔にしないで。グループの名前は、そう、外務省っていうのはで、うちの子は外務省ですからってこの見かけ倒しってます。えのきちゃんもたまにいいこと言うね。いや、なんでそれはもういいや、次行こうしましょう、はい、で、まあ大学受験でしょ、うん、それとコンサートの歌詞の間違い、これは、ね、一からやり直したいって、うん、ね、うん、よく間違える方、この頃だから間違ってその頭の分かるわけね、頭のところで、うん、そうするとすぐ言い直す日聞くんだけど、昔はやっぱりワンフレーズバッてやっちゃったりして、うん、ごまかしも聞かないんだけどみたいなね、うん、ひどい話あります、今まで一番失敗したなんての、例えば逆に細坪さんからあります、もうつい最近なんですけど、うん、ありましたね。いつ、もうつい今回の去年のか、去年の末のツアーでね、うん、2人だけで歌うのが1曲あったんですよ、うん、で歌ってたのね、結構浸ったんだよね自分で、うん、してね、2番、うん、歌い始めたらめちゃくちゃなし歌ってる、うん、すごいんだよね、だ自分でも何歌ってんだろうと思ったの、自分でも分かんなかった、うん、だからもうそこまで来ちゃったの初めてだったのね、普通だったらふっとこうやり直し聞いたりとか、うん、うまくやったりとかするんだけど、うん、もう自分でも何もできなくなっちゃって、うん、でやめちゃったの、全然違うことやってる、パーッと歌っててね、うん、それでね、なんだかな、鳥なんだよね、うん、鳥をなんかね、鳥じゃないこと言っちゃったんだよね、うん、で雲かな、うん、で雲とか言ってね、したら今度雲に繋がるようなことを歌ってるんですよ、ずっと血ができてるんじゃない、うん、あれってもう直し聞かない、じゃあでもびっくりするのは山木さんもびっくりしたでしょ、それ。そうですよ、僕はだから完全に体調がおかしくなったん、倒れんじゃないかなと思ったの、うん、それの心配してましたもん、うん、その時は2人で歌うところ、それとも2人で歌うところ、じゃ あ、まあ全然合わないわけだ、合わないって、うん、もうひどかったやっぱな、あれはな、あれはそうかと、うん、初めてだね、あんなの。山木さんはあの失敗、うん、だからまるで曲一曲抜かしたりとかね、うん、あるはずの曲をさ、やっぱこっちもびっくりするだろうね、多分ね、違う曲をやる、うん、あとカボ、あのキーを間違えてさ、うん、やっぱり自分で歌い出してさ、
で気づくんだよね、自分、まあ、ギター一本で C のキーでやってるじゃん、うん、あっとさ、これはデーの曲なんだって、カポをつけ忘れたって一つね、うん、バックがもう待ってるわけじゃない、だそこの信頼関係ね、うん、ミュージシャンだったら、あ、これ常に間違えたと、ね、うんうん、やってくれるだろうなっていうのもあるし、うん、真面目な人はデーのまま行くし、あ、もう近づいてきた、来た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 って時にみんな杖でやってくれたけども、ね、もう歌もなんもないですね、うん、そうだろうね。でそういう時は言わないの、お客さんに言わないですよ。なんで言っても分かんないことだしね、うん、分かる人もいるんじゃない。しかしずっと杖で弾いてさ、バックが突然で出てきちゃったらその時こけるだろうねすごいですね、うん、なるほど。でもコンサートってそういうのがあるから面白いんじゃない。そうね、例えばレコードと全然違うとか、うん、儲け者細坪さんが急になんか違うこと言ったとか、うんうん、ねえ、お客さんの方はそれもいいかもしれないけどね、さて山木康代さん、もしあなたが10年前に戻れるとしたらどんなことから始めたいですか。名前を変えるこれおかしい。そうですね、あのね、10年前っていうとね、山木康代っていう名前もさ、いかに知らしめたいかっていうのが非常に先立つのね、うんうん、いろんなことでアピールしたいっていうのがね、うん、今考えるとさ、あのもっと広がる、例えば作詞家な誰々、ね、ペンネームね、うん、作曲家誰々自分なりに持って、うん、それから歌うのも山木ではなくてなんか違う、うん、見たいんでさ、うん、その自分がその夢 その演じることに夢を持つみたいなのがさ、うん、本名よりもなんかもっと名前だけでね、うん、なんかそういうの、その10年前に気づいてたらね、うん、やってみたいなと思う、ね、じゃあちなみに今そう思うんだったらどういう名前がいい、歌うときは。いや、山本リンダとか、いや山木リンダとか何を考え山木勝夫なんて言ったらさあの、ね、昔はねなんかあれだったけど、今だとそのくらいのシャレでさ、うん、面白いなとかさ、うん、でもシャレも聞かなかった時代ってやっぱりあったもんね、最初の頃って、うん、ガチガチでね、うん、もうなんかそういうのっていうのがね、やっぱりリングネームなんてあるでしょ、あの、うん、プロレスラーとかさ、うん、タイガーなんとかとかね、あと相撲取りなんかみんなそうだもんね、うん、あれ本名で出ると何も強くも何ともないみたいなさ、うん、だそういうのがやっぱり歌の世界でもね、うん、あってもいいんじゃないかとさ、うん、グレート山木とかね、グレート山木強そうだね、強そうですねでも僕はやっぱり外人はさ、ほとんどやっぱり芸名っていうかさ、うん、あの覚えやすい名前とかさ、うん、やっぱそういう人たちが成功してるのね、うん、ほとんど売れてる人っていうのはね、でもしかしたら名前違う名前にしたらさ、うん、その手でもなくなっちゃうかもしれないね。そうなんだよね、ね、うん、それはすごく分かるな、ね、うん、でも山木康代って初めから変わった名前だから女の子かなって思うし、うん、だそれはでも自分ずっと過去二十何年間それで暮らしてるんだからさ、三十、うん、何年間でしょ今はね、だから10年前、そうそう、当時失礼しました、だそれにやっぱり縛られてどっかで やらなきゃいけないみたいなんでしょ、うん、だけど周りの人は知らないんだよね、うん、だから、ま、自分もそこで夢を持ちたいってんで名前を変えて出られるんだったら、うん、素晴らしいなと思ってるんだよね、うん、今は今もそうあるけど、まあどうでもいいみたいなのね、今もうね諦めみたいな、逆にもうね知られちゃったからね、帰ってそうですね、うん、細坪さんはそういう意見はどうですか。それはありますね、だから今だったらっていうかね、で変えたい気持ちもやまやまなんだけどさ、うん、でもいざ変えるとなったらなんかこっぱずかしいっていうのもどっかにあるのかもしれないね、例えばさ、シャレでね、2人でさ、不協和じゃない名前でさ、うん、ね、違う名前でなんかレコード作っちゃうとか、そう、面白いですね、そうなるとね、うん、解消するかもしれないね、その悩みがさて山木康代さん、はい、もう絶対に一からやり直せないだろうなと思うことは、今日の番組そうですよ、ね、こう喋っちゃってとか思ってることあるからね、うん、もう今もあ終わった、あ終わった、もうあっ喋れなくなったでこれが残るというね、うん、怖さなんだよな、僕ね、うん、みんなこれエアチェックしてますからね、そう、どのぐらいの残る、山木さんの場合、いやいやいや、そのこの番組がね、うん、生でも誰も撮れないような時代、あの、うん、カセットとかね、なんか撮れなくてさ、それで終わっちゃうんだったらまだいいんだけどさ、うん、それをなんか改めて聞かれてね、うん、分析されたりとかされるとさ、うん、やっぱりちょっと下手なこと言えないなとかさ、うん、それにしたら饒舌すぎたと、喋りすぎちゃったとか、そうそう、それがいつもね、うん、ねえ、だけど例えばそういうふうにため息ついてるよ、困ったないや私も本当はすごく嫌なんだそういうのが、こういうラジオとかでやるの、そうなの、だからね、うん、ビデオで撮ったりしてね、うん、自分たちのあれ見るのもね、うん、ね、恥ずかしいよりもね、あんまり意味ないんだと思うんだよな、うん、で今やってる自然の姿が最高に自分にぴったりであってね、うん、なんかそこで
研究してさ、こうすればすごくかっこよく見えるとかっていうのはさ、うん、あのなんかちょっと違うような感じしてね、なんか消えるもんだったらもう瞬間瞬間でね、うん、なくなっちゃってね、うん、ああだから、うん、コンサートみたいな形だったらいいわけよね。そうなのね、そうなの。やっぱり活字なんかでもね、やっぱ恐ろしいなと思うもんね、うん、なんか最後の語尾だけでも随分変わっちゃうってあるでしょ、うん、何々なんだよねとかさ、うん、話し言葉だと何でもないんだけども活字になるとすごい軽くなったりとかね、うん、何々だぜとかだったらさ、うん、僕なんかになったりさ、うん、だそれを話し言葉というのはさ、書き言葉がさ、ごっちゃになってるっていうかね、うん、僕らの世界ってさ、結構忠実にその話し言葉をそのまま書いちゃうみたいなのね、うん、逆に親切っていうかさ、うん、感じしないでもないのね、うん、もっと普通の言葉で話してる私はでもいいしさ、僕はでもいいしさ、それを下手に俺はとかさ、なんか書かれるようにね、うん、こう文字って、ああ分かる分かる、ね、うん、そうそうそう、喋るときはその人の人間性とそのあって、うん、そうなんだ、あるから別に俺はっつっても、うん、いいんだよね、いいんでないかいって言っても、うん、そうそうそう、ところがそれが活字でいいんでないかいって書かれると、なんか軽いようなね、ふざけたような感じになっちゃうっていうのあるわね、うん、じゃあそういう話を聞くと、例えば歌、歌詞とか、ね、歌は残っちゃうわけでしょ、残りますよね、レコードに、ね、その部分ではどう、そういう葛藤は、まあ、これは商売だからというのもある、うん、そうだね、だからやっぱりそれは吟味してるつもりだね、自分で、うん、ただ自分でだからさっきズボンが朗読してね、うん、すごい気持ちのいいもんだって言ったでしょ、うん、だから僕なんかもやっぱりその歌を歌ってやっぱ多分気持ちがいいっていうのはそこがまず第一にあってさ、歌詞が気持ちよくなかったらね、うん、メロディーとかなんか良くてもさ、やっぱり入っていかないしさ、うん、通じ合わないと思うしさ、うん、だからやっぱり言葉っていうのは一緒じゃないかなと思うのね、歌詞の言葉でもね、うん、だからあの普通の歌詞のなんかあれには作りたくはないんだよね、そういう歌の世界は、ね、ね、ここでですね、さっきあの Q&A でね、もしあなたが10年前にモデルとしたらどんなことから始めたいですかってあったんですけどもね、うん、あの例えばお二人が10年前にね、今たまたまその札幌に戻ってこられて最初に何かやったような曲をさ、ちょっとギターで聴かせてもらいたいなと思うんですけどもね、どうしてもギターをずっと最初から抱いてあれだから、うん、ね、つまり10年前でつまりね、懐かしいところできる、うん、チラッとね、どうでしょうか、どうね、夕暮れの街、オレンジ色の空の下、帰る君を乗せたバスが見える、さよなら君はもういない、僕もいつもの道を一人帰ろうかな、夕暮れの街はなぜか寂しいもの、ああ君の姿さよなら君はもういない、僕もいつもの道を一人帰ろうかな、懐かしい響きというかね、懐かしいですね、うん、懐かしいけどよく覚えてるねよく覚えてどういうところで感心してるんですか、あなたはたくさんあるわけじゃない、自分のものだって10年の中のいろんなこと忘れちゃうのもあるもんね、そうだね、吹きのとうのコンサート行くとみんなちょっと自分も歌いたくなるっていう気にならないかな、うん、そうね、あのだからみんなで歌えない曲こっちでちょっと言うとね、うん、あの自然に口ずさむみたいなの人は多いみたいですね、うん、例えばその中でどういう曲が一番、
今だったら冬銀河なんかやってるけどな、うん、だから昔は歌ってくださいって言ってね、うん、で島で行って、うん、それでこう無理やりって言ったらおかしいけども、うん、こっちかなり親切に歌ってもらったんだけど、うん、今ねよかったら一緒に歌ってくださいっていうだけで、うん、何も言わないで一緒に歌ってくれたりね。ちょっとだけやってくれる？聞いてる人がやっぱりコンサート行った時のことを思い出してふっといい私ねすごくそう思ったのよ、うん、あ共有できるっていうかあのね本当の贅沢を言うとあの山木さんと細坪さんのどっちかのお家行って北海道で一緒に例えばあの、いろりじゃなくてストーブをね囲みながら一緒に歌わせてほしいような気もするけどそれはまあできないわけじゃない。そうすると、うん、コンサートで私もちょっと口ずみさんみたいっていうねそういう雰囲気がしたの。ちょっとやってみますか、うん、朝の窓辺に風を送る春も香りするおはようの風辛く悲しい声を出して呼んでくれたなら力になるよ。頭の中で口ずさんでましたね。私はちょっと声出したけど邪魔しないようにこれは、ね、あのそういうわけで、これがもう原点という感じですけどもどうもありがとうございました。いいそう、ね、うん、本当にまた来年なのかしら。またおいでよ。でも、はい、早くに ね、 ねあのハガキでありましたよ、1週目が山木さん、2週目が細坪さん、3週目は吹きの塔でやってくれというのがありましたけどもね、高橋由美子さんもですね言っておりましたけどもね、はい、で彼女がね、リクエストでですね、うん、山のロープウェイと物憂げな10月はぜひ歌ってほしいとなりまして、あ、じゃあここで次の曲いきます、はい、いきましょうか、はい、吹きのと物憂げな10月。
着く先がどこかは誰も知らない。人生なんて綱渡り、時には夕立に振られ、夏には老いて木彫り、濁り水心移せば明日さえも見えない。街に流れな10月は、物憂げな10月は、物憂げな10月は、吹きのとうの物憂げな10月でした。非常に渋いね、うん、山木さんの外がね聞かれました。ありがとうございます。じゃあここであの吹きのとうの皆さんから、なんかおかしいね、皆さんからって言うと、お二人から、ね、はい、お二人からお聞きの皆さんに、あの山木さんと細坪さん、おのおのからメッセージを。まああの10年経ったってあれがありますがね、それあんまり僕は看板にしたくないからね、まあ今年も自分らのペースでやって、まあ、具体的に言うと、日比谷、東京ですがね、日比谷の野音で、あの、まあ、ここまでやれましたみたいなところか、うん、あのお正月みたいなコンサートでできてね、うん、それであの照明なんかもそのだん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 夜になってきて、まあ、星が一番輝くといいんですがね、うん、なんかそれでこう全てが一体となったようなコンサートできたらいいななと思ったりしてます、ね、いつ頃、まあ、9月くらいにはやりたい。で野外ってね、この頃全然やってなかったのね、うん、でなんか野外って言うとクワッっていう感じあるじゃない、うん、だからそうじゃなくて、なんか夕暮れ時のね、うん、なんかこう自分たちのなんかこうできる新しいなんかこう野外の雰囲気ってね、作れたらもっといいなと思うね、うんうん、ねえすごい楽しみ、本当にやってほしいなと思う、はい、ね、よろしくお願いいたします。はい、確かに夕暮れ時ってのは一番あの風景が綺麗に見える。でもあれその時間がすごく短いんですよね。そうですね。その時間が一番最高の照明でしょう。言ってみれば効果としてはね、うん、それを利用するという、大自然を利用するというコンサートすごい、うん、でも今度は北海道の原野でもやってみたい。原野そうね、どっかからハーモニカがふーっと聞こえてきて遠くから来るのね、自転車に乗った少年というか細坪さんと山木さんが。あのね、北海道でもね、うん、一応考えてるのあるんですよね、うん、まあ、6月くらいにならなきゃ暖かくないとダメだけどもね、うん、あの向こうの人間もあのやっぱり10年以上やってる音楽仲間いるわけでね、うん、その人たちと一緒になんか野外のなんかコンサートやろうかって昔ね、ひなたぼっこコンサートってやってたのね、うん、でそれはさ、ちょうどなんかウッドストックみたいなことを引き継いでさ、うん、自分たちなりにやろうよみたいなのあったんでしょ、うん、でそれをね、みんなあの捨てきれないでやってるのは、まあ、イベンターになったりとかね、いろいろ照明やったりとか、うん、いろいろ音楽離れてもいるんだけども、うん、その人たちがもうなんか昔戻るっていうわけじゃないんだけども、うん、あの良さを確認し合おうみたいなんでね、うん、でビールでもビール会社でもつけてね、でビールを飲みながら、うん、みんなそれみたいな感じでね、うん、やろうかっていうのもあるの。ジンギスカン食べながら。ジンギスカンはちょっと匂いがあるからその人たちがあれですね、やっぱりその吹きのとうが10年やっぱりやってきてくれたおかげでもう一回そこできるというね。そうですよね、だからね、うん、僕たちだけじゃないんだ出るの、うん、だから向こうに住んでるあのすすきので働いてるね、うん、まだやってる子、うん、音楽そのくらいまで巻き込んでね、うん、元のフォークソンググループの仲間だとかね、とかね、いいですね、非常に。あんまりこの今だと地方あの東京から呼んでね、うん、企画もんで結構多いわけ、やっぱりイベント、うん、野外イベントっていうかね、結構北海道多いですもん。多いですよ、ね、毎年ね、うん、だそれもいいんだけど毎年でもそんなに変わんないんだよね、だから、うん、なんかその時期に来たからやるみたいなね、うん、だからそれに気づき出したっていうか、なんか面白くないっていう人たちも出てきてね、うんうん、行きたいわそういうのね、いいだろうね、できたらね やりたいなと思ってますから、うん、構成は榎木雄一郎さん、はい、お約束でございますが、来週はですね、なんとあのアルフィーのですね、はい、ライブをやるということでですね、続いてはですね、南こうせつさん、はい、おいちゃんがですねまたやってきますぞ、ね、大分から延々ですね何時間もかけて電車で来るという飛行機に乗れないという人ですからね、そういうことでございまして、その次はですねエポでございますね。エポも久しぶりですね。
もう2年ぶりぐらいで、ね、エポであのバックバンドで来た村松くんが一人で来るような時代ですからね。もうこの番組長年やってます。いろんなことがありましてですね、本当に吹き音なんかも5年前に来てもらった時から比べるともうあれから5年経ってますからね。おしゃべりは私高橋もと子でした。ニューサンスペシャルお別れの曲は、じゃあ何にします？山のロープウェイを聞いてください。もうちょっとなんかやっぱりみんな、うん、声聞きたいわよ。あ、言い忘れましたけども吹き音が出るっていうんで春日いっぱいもらいました。後ほど皆さんにあのお見せしたいと思います。今日ちょっと発表できませんでしたけども、その中にもいろいろありましてですね、やっぱり一番多かったのがね山のロープウェイが多かったですね。あ、かなり多かったですよ。じゃあどんな気持ちで聞いてくださいとかなんとかいろんな、うん、いろんなこと言って。まあそうですね、あの自分の町を愛してくださいって感じですよね、うん、自分住んでる町やっぱり一番とりあえずいいんだということでね、うん、それで、それから地方を見るという感じで、うん、そのいいなという感覚でね、うん、自分のとこが最高っていうのがいいんじゃないかなと思う、うん、山のロープウェイです。Oh,